改めて好きになったライバルとのシーン、それにまつわるアフレコの時のエピソードなどをお聞かせいただきたいと思います。まずは村瀬さんからよろしいでしょうか。そうですね、もう本当に猫マンはみんなにドラマがあって、でカラスの一人一人とすごくリンクしているというか、そういうところでもなかなか決められないんですけど、日向視点でやるとやっぱりケンマの最後の方にケンマがもう汗だくになってコートにこうなってるシーンがあって、 そこのところはすごく自分自身もエモーショナルな気持ちになったというかそこで日だろうこうひなたがそれを受けてこう雄たけびを上げるんですけどその雄たけびがだろうこう、まあ、だいぶ終盤の方だったんで自分自身もさっきのウッチーの話とちょっと同じようになんかこうそこまで積み上げてきたものがひなたの声になってこう出てるというか自分の気持ちとすごくリンクした感じがあってもう声 のこととか考えずにとにかく叫び続けてたらまさか全部使われるとは思っておらずびっくりしました使われてたね。はい。三回ぐらい投けてわあ。あそシャー、シャー、シャーっていうのが全部使われてると思ってびっくりしました。素敵だった本当に。ああありがとう本当に素敵でした。いや嬉しいありがとうございます。素晴らしかったです。ああ。いやすみませんありがとうございます。はい。さあそれでは続いて細谷さんはいいかがでしょう。 私はですねあの印象に残ったセリフが非常にありましてですねあの今日はあれですよねネタバレしちゃいけないんですよねあ、ネタま、まあある程度ある程度絶対に言っちゃいけないこともあるんですけど止めるから大丈夫だよ大丈夫ですかさっき紙で見たでしょ言っちゃいけないやつそうですねあれあれね。まあなんかあのなんですかねあのなんか難しいですねあの ね、ちっちゃい子がちっちゃい子かちっちゃい子ものすごくぼかしてしゃべりますねちっちゃい子がバレエを始めるとあっあーはちっちゃい子がバレを始めるとはい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 、はい、でやっぱりちっちゃいから こいいいととをやりただけど俺たちには背丈がないぜとだから背が伸びるまで待とうぜみたいなちょっと我慢だなみたいなこと言ってたら幼少時代ねそうそうそうだったら下げればいいんだとなんかそういうことより好きっていう気持ちだろみたいなあれはめちゃめちゃいいなと思ってこのねコートのねコートのう。コートをねやってましたねそれでなんかあの打った日にはその日を。 すっごいホームランやこれは違う<や>僕のしりが下手なんじゃなくてめちゃくちゃ気を使ってるってことなんですよ皆さんのためですからね皆さんのためですからそうなんですよあのシーンは素敵だったなっていうそ,うそれがないとやっぱりねつくつかないですからそうですねあとこれ何にでも言えることですもんねバレーボールもそうなんですけどもまあ声優業だって他のスポーツだって同じこと と思うんですよね無限的だと思います好きじゃなければね好きの力の偉大さですよねそうですそれが言いたかったです言われてましたか。言ってましたちゃんと言ってましたありがとうございますさあ続いて林さんいかがでしょうそうですね僕もネタバレしないように気をつけていけないかなと思ってるんでございますけれどもでもえ ちょっと緊張感が走るでいやいや。緊張感はちょっと今。いやいや、あの、これ絶好調だから俺。絶好調うん。噛んでる時が絶好調だから俺。あー、本当ですかそうそう。<ー>通常運転なのこれ。わかりました続けてください。そこできる。<laughs> でもなんか、あのー、 僕も村瀬くんと一緒のところなんですよね。もちろんなんか田中と、うん、えね、トラとかのね、やっぱちょっとなんか過去のね、階層があったりとかして、えー、ライバル関係みたいなところを描写するところも、おー、エモいなと思ったりはするんですけれども、やっぱり、賢魔と日向かなって思ってて、先ほど言ったね、あのー、ちょっと、賢魔がうなだれて、とあることを言うんですよ。 言えないですけどねみんな知ってるでしょうけどその一言を言った瞬間に雄たけびを開けるわけですよこの日向が。で僕はあの同じ日に収録だったんですよね村瀬君と。で僕後ろ真後ろでこの彼のね雄たけびを聞いた時にやっぱくっ 来るものがあってちょっと俺なんか泣きそうになるぐらいあこいつすげえなっていうふうに思ってやっぱ田中も田中らしくねやっぱ最後まで全力で声出さなきゃいけないっていうところもあったりとかあとはもう本当に収録も終盤に差し掛かってさっきもねうちも言ってたけど結構きつかったんですよ結構声張り上げてね結構なんかまあかすれながらも頑張ってる人とかもいたりとかした中でやっぱ彼のやっぱ全力のあの叫びを聞いた瞬間に。 なきゃいけねっていうなんか気持ちに突き動かされたし、やっぱなんか主人公としてのなんかプライドを感じたというか、あの叫びは本当になんかいろんなものが詰まっている声だなって思いましたね。はい、めっちゃありがとうございます。うん、嬉しい。褒めるの上手だった？上手だった。ありがとう。<laughs> <laughs> ありがとうございます。嬉しいな。はい。はい